エラトステネス、エラトステネス、エラトステネス、紀元前275年紀元前194年は、ヘレニズム時代のエジプトで活躍したキリシャ人の学者であり、アレクサンドリア図書館を含む研究機関である無声音の長を務めた。業績は文献学、地理学をはじめヘレニズム時代の学問の多岐にわたるが、 特に数学と天文学の分野で構成に残る大きな業績を残した。地球の大きさを初めて測定した人物として、また素数の判定法であるエラトステネスの古いを発明したことで知られる。その業績から第二のプラトンとも呼ばれた。また、ベータ、ベータともあだなされている。その由来は世界で2番目に物事をよく知っている人という意味である。 ここでは一番の人は、アルファ、アルファと呼ばれることになる。現在のリビアにあるキュレネに生まれた、アレクサンドリアで教育を受け、また数年の間アテネでも学んだとされる。エラトステネスは、古代における卓越した科学者の一人であるアルキメデの親しい友人であり、アルキメデスの著書、方法はエラトステネスに当てて書かれている。エラトステネス自身も数学よび科学において、 重要な功績を挙げている。紀元前255年頃には、初の天球儀を作成した。クレオメデスの天体の回転運動についてによれば、紀元前240年頃に、シエネ、現在のアスワンのそばのエレファンティン島とアレクサンドリアとでの下死の正午の太陽高度の知識をもとに、地球の全周を計算している。この地球の大きさの測定に関して、 エラトステネス自身の著述は残されていないが、クレオメデスをはじめ、ストラボン、クラウディオス・プトレマイオスなど多くの後世の学者によって言及されている。紀元前236年、プトレマイオス三世によって、ロドスのアポローニオスの後任として、アレクサンドリア図書館の館長に任命され、少なくとも紀元前204年までその地位にあった。紀元前195年には、 目が不自由となり、翌年、アレクサンドリアで82歳で没した。職を立ち自殺したと言われている。エラトステネスの有名な地球の大きさの測定は、経緯度を用いて、距離を正確に表そうとした地図の作成に橋を発している。エラトステネスは、図書館で入手できた膨大な情報をもとに、当時の世界地図の改良を試み、 ロドスの街を基準にしたる遺線と軽線を引いた。この地図は古代において長い間最高の権威を持つものとされた。この地図で基準となった軽線はロドスから南にエラトステネスのいたアレクサンドリア、そしてナイル川上流のシエネを抜けるとされていた。古代ギリシアにおいては場所によって北極星の高さが異なることなどから、 紀元前4世紀頃より大地が休憩をしており、宇宙が幾重もの玉柄に取り囲まれているという説が唱えられるようになっていた。その後天道説として体系化されていく。この考えは、その著作は現存していないものの後世の引用から、クニロスの永続素スが始祖であると一般に見なされている。この宇宙間では水、大気、火、天体が順に同心の玉柄を成していると見なされ、 地球は天体の玉柄、天球に比べてんとみなされるほど小さいものと考えられた。このため、太陽からの光は場所によらずほぼ平行線として降り注ぐものとされた。エラトステネスは図書館で学ぶうちに、シエネでは、下死の日に陽光が井戸の底まで届くこと、つまり南中高度が90度となる北海域線上に位置することを知り、このことにより、 地球の大きさを計算できることに気づいた。アレクサンドリアで月子の太陽を南中時に延直に立てた棒とその影が作る角度がシエネとアレクサンドリアの緯度の差に基づくものと見し、シエネとアレクサンドリアの距離が地球大円の1、50であることを測定値7.2度から確かめた。クレオメデスによればエラトステネスはシエネとアレクサンドリアの距離を 当時の単位で5000スタディアと見積もり、ここから比率計算で地球の全周長は55000、すなわち250000スタディアと求めた。一方、エラトステネスを伝える他の多くの著者は25万2000スタディアという値を与えている。多くの研究者は、後者の値をエラトステネスが元々の値にさらに2000スタディアを加えて修正を行ったためだと考えている。 その理由は明らかではないが、正確性より実用性を重んじたため、単に当時用いられていた演習の六十分割単位、すなわち、角度の6度単位あたりの距離を切りよく4200、スタディアとするためであったという説がある。また、チエネとアレクサンドリアとの距離は直接には、エラトステネスが作成した地図から得たものと考えられるが、 それがもともとどのようにもたらされた値であるかについては分かっていない。しかしストラボンはナイルが毎年反乱を起こし地形を変えるためにエジプトでは専門の歩行者を使って毎年繰り返し距離の測定を行っていたことを記述している。このエラトステネスが求めた地球の大きさの値が現在の単位でどれだけであるかについては議論が分かれている。スタディオン。 スタディアの単数形の大きさは時代や場所によって異なっており、エラトステネスが用いたスタディオンの現在の単位での値ははっきりしていない。天文学者による最も広く知られている説では、1スタディオンは185メートルであるとされ、この時252-000スタディアは地球の全周長よりおよそ17%大きな46-250キロメートルとなる。 しかし歴史学者は、スタディオンには少なくとも六種類のものがあったと主張している。いずれにしても地球が球体であり、かつ太陽光が平行線であるという前提の下で、このエラトステネスの推論は、幾何学的に正しいものであり、その精度の範囲内において得られた値もほぼ正しいのであった。科学者の夫のイデバーガーによれば、もともとこの値は、距離の 測定も天文学的、観測も大雑把な見積もり以上のものではなく、扱いやすい外数値として表されたものであることが、明らかなものであった。なお、地球の大きさの実質的な最初の測定は10世紀、アラビアの天文学者アルビー・ルーニーによって、行われている。エラトステネスの考案したとされる素数判定の方法で、古いのように数表を用意して、 合成数を逐次消去していくことにより素数の一覧を得る手法として広く知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。